出張疲れるんでやりますように。せめて今後あのホテルの枕が自分に合うやつが当たりますように。ホテルの枕苦手なんで。枕が欲しいか。枕はいらないですね。じゃあ力が。力もいらないですね。いやでもわかるかも。私も枕変わるとあんま寝られない。神様って枕使うんですね。使う使う。あのさ、ホテルの枕ってさ、なんか高さはあるのに寝ようとするとゆっくり沈んでいかない？なんで神様がホテルの枕事情知ってるんですか？あの最初のふわって包み込むやついらないよね。そして一定まで沈んだら、あ、僕支えますって来る感じ。じゃあ最初から支えろよってなる。しかもそれ寝返り打つたびに毎回なるから眠れないんだよね。ほんと沈むように溶けてくんだから。これじゃあ夜更かしですわ。なんで神様が J-POP 知ってるんですか？あとホテルの部屋着さ、なんであれワンピース型なんだろうね。ズボン欲しくない？毎回朝起きたら台風の日の傘みたいになってるんだけど。神様なのにすごいこっち側のこと知ってますね。なんか本当神様っぽくないですよね。あー気づいた？最近はカリスマ性よりも親しみやすさが受けるんですよ。だからほら TikTok もやってるんだ。神も TikTok やるんだ。ほらフォローしてよ。お兄さんの頭の中に画面共有するから。うわ本当だ。そしてフォロワー数も親しみやすい。